滝不動は、大和の国、八滝小池坊が暗夜の際に、当地に不動明王を祀ったのが始まりと言われている。不動堂の崖下にある滝は、不動明王の霊剣があると言われている。江戸時代には、ここに滝の渡しと呼ばれる、長田と畠山の間の渡し場があった。